電波大丈夫ですか応答ありますかいや明日のネタも困りませんありがたいですええー、やっぱ配信者っていうのはね展開を一つ一つ作ってくれますよ毎日ありがたいだからめちゃくちゃ マリオくんん、の件は、もう普通に取り上げるようん、まあ炎上ニュースっていうふうに歌ってるからねそこに関しては忖度なしでやるけどただやっぱりねあの擁護はするというかまあフォロー的なことはさせてもらいますよ正直ねやっぱ仲間だから。 ただやっぱね炎上ニュースだからインターネットで出たものは取り上げようかなっていうのはあるでもやっぱは会社のね仲間なんでそこはねフォローしていこうかなっていう気持ちはあるから仮にマリオくんえー、なんだと怖マリオくんがねまあ犯罪をねしていたとしてまあ、して いいるっていう風にね、まあ、言わないっていう感じで言ってるからし、まあ、てるとしてもうん過去の話だからもうそこは更成したからそこはもうそこで突っかかるのもどうかなっていう <laughs> 犯罪をするためにはないんですけど <laughs> はい2年って言ってたあそうなんだ もう2年って言っちゃってて言ちゃたんだ、うん、まあ正直あのー、さっきね、まあ、さっきというか2時間3時間前にマリオくんと電話してたんだよ。であのー、なんか健康診断するための電話だったんだけどなんか胃カメラをね、あのー、しないところであのバリウムでやりますっていうふうに言ってくれてて。 その話してて、ちょうど俺その前にエミタロルイージの件をね見ててさでゼロアのとこでハトが飛んでてあれマリオくん何か中心にいるなと思ってさで見たら、まあ、マリオくんがルイーさんとねなんか一緒にまあなんて言うんだろう暴露されてたって話だよねマリオくんが巻き込まれて。 うんまあ無償仲間知り合ったのが無償らしいからねめちゃくちゃそういう知り合いは本当にあるんだなって思った <laughs> 初版であれなら押してた人かまあどこまで喋ってたか分からんけどみんなあの一応俺はマリオくんに直接聞いた聞いたんだけど 言いたくないですっていうふうに言ってたから俺知らないですだからどういう犯罪を犯したかまずはっきり言っておくけどうんもうこれは墓まで持っていきますっていうふうに言われたから僕もねあもう言いたくないんだったら仕方ないねって感じでもうそこで終わったよ話はうんそう でピンク系ではないって言ってたからピンクじゃないと思うよ普通にただえ捕まってた期間が2年っていうふうにその言葉はマリオくん自身が言ってたのうんマリオくん自身がそ2年っていうのはあさっき2年って言ってたのか あ、ゼロワンが2年って言ってたあそうなんだうーんえもうゼロワンはそのマリオくんがやった犯罪は知ってる感じなのかなねえまだ聞いてないのか俺は聞かされてない痛くないですって言われたから ネタにはしないよってあの言ったんでその犯罪的なことはって聞いたけど「いやちょっとこれは言いたくないです」って言われて「あそう分かった」っつってねまあ無理に聞くのもな良くないと思ったからまあでも01に言ったら俺も言ってくれるんじゃないなどういう感じなのか <laughs> いや俺ほ知らないんだよ一応ねあの健康診断の電話が来てて電話して話して でそのあとでついでに聞いたらまあ墓まで持っていく内容なんで言いたくないですって言われて「あ分かったよマリオくん」って終わったうん <laughs> まあでもピンク系ではないってその配信会でも言ってたから俺には、ね、ピンク系ではないよねって言ったら「違います」って言ってたからなら「ああじゃあそうですか」って感じ で初犯で2年っていうふうにまあ言ってたとしたら、まあ、考えられる犯罪ってどうなんだろうねまあ結構きっちりことやったのかな薬でも執行猶予つくからね初犯は多分薬を超えるほどの犯罪をしちゃった可能性あるよねうん何をやったか分からんけど ピンクはないって言ってた。そこはもう否定してたよ。あの、01の枠、01が家にいた時もピンクじゃないって言ってたから。だからそういう地じゃないと思うよ。うん。あんなおとなしい人間がピンクやらないでしょ。シンプルに。で、なんかこれは正直、あの、犯罪聞いてないけど、話の過程をちょっと聞くと、 あのなんかねまあ何て言うんだろう <laughs> そのマリオくんが単独でってことじゃなくてって感じのニュアンスで喋ってたから多分マリオくん騙されてやったんじゃないかなと思ってるよ <laughs> いやどんな犯罪か知らないよあの本当聞いてなくてでもちょっとあのそんな感じのニュアンスで喋ってたから多分 そそのかさされれてやら,やらされたんじゃないその2年というそのどういう犯罪か分からんけどうんいや分かんない俺俺詐欺かも分かんないそうそこは忖度するなあの炎上ニュースでこのネタはやるけれど 仲間だからフォローはするよはっきり言うけどどんな犯罪かも知らないし俺正直ねだからそのどういう内容でどういう事情で犯罪を犯してしまったのかはもうはっきり言うけどこれ,これに関しては俺はもうねえあのなんか強く言うっていうのを知らないからね うん、だからまあそこの部分に関してはうんまあ難しいよねうんだからピンク系じゃないって言ってるからピンクではないんだよだからレイプとかでしょみんなが思ってるのは痴漢とかそういう感じだと思ってるけどそこは全力で否定してるからそこは違うと思うようん 俺もピンク系なのって聞いた時はあの言葉を濁さずに「いやそれは違います」って言ってくれたからマリオ君って中途半端で嘘つけないからただピンク系なのって言ったら一瞬黙ると思うんだよね返しが早かったからそれは多分違うと思ううんで2年はどんな罪なのわかんないよね 何が予想できる犯罪は。うーん。いや、俺はマリオくんは予想と言うならば、うーん昔ヤンキーだって言ってたんだよ。だから、障害とか暴行なんじゃないかな違うかな障害暴行とかじゃないのヤンキーで。ねえ。 合うかなまた恵美太郎ちゃんもそれをさ暴露恵美太郎ちゃんが暴露したんだよねこの内容をるイさんがなんか一応ねマリオくんとルイさんはその刑務所で出会っててでこの話は言わんとこうねみたいな話したらしいんだってでルイさんが エミタルにペラってなんだよでよでエミタルゃんはそれを言うとああこれルイさんが悪いよね正直ほんとに <laughs> ルイさんが約束してたの男との誓いでねうん見余ったねこれんワンワンがコメントしてる なんて書いてたいやでも2年でしょ出てんじゃないの分からんけどいやでもマリオくんみたいなタイプは一人で行動してやる人じゃないと思うんだよ誰かに命令されたと思うんだよねきっとうん一人で「よしこれ犯罪してやろう」っていう人間じゃないと思うんだよ だからやらされたんじゃないかなマリオくんがそんなさ一人でやってやろうかってたまではないと思うんだよねうんチャイニーズのマフィアじゃないでしょうマリオくんは笑かさないでよあワンチャンそれ、まあ、2年だとしてなチャイニーズのマフィアに在籍してて それでやらかしたみたいな。ワンチャンあるね、それでも。考えられるよ。<laughs> ドロガンっていう組織に入ってたいや妄想が膨らむよね。なんかマリオくんってあんま話題にならないじゃん。ゼ0ンの光でさ、ちょっと隠れてるから。だから、こんなマリオくんが中心でふわっちで喋れる機会があるなんて、俺は嬉しいよ、逆に。ああ、こんなね、 マリオくんの話題にできるなんて光栄だよ器用に見えないうんマリオくんは命令されたんじゃないでよ言えないのもこれ妄想なんだけどその仲間を守るためなんじゃないあだんだん妄想がすごくなってきたああそうじゃない 自分のことだったら言うじゃん。でも、仲間のために言わないみたいな。そんなんじゃない仲間売らないとか。仲間でやったの、いや妄想ね。ああ。単独でやったのか、ね、仲間がいてやったのか分からん。でも、マリオ君をフォローするって俺決めてるからね。仲間がいて で仲間の部分で一緒に犯罪を犯しちゃってで、墓場まで持って行こう言わないっていうふうに言ってるわけだからその仲間を守るために言ってるみたいな仲間の罪をかぶって入ったんじゃないかなっていう妄想してるうんマリオくんなんてねはっきり言うけどね騙せるよ俺自信があるマリオくんを騙す 騙せるよ <laughs> いやマリオくんには配信が電話したんだよで言いたくないの一点とうで、まあ、そこでまあ今電話したって言わないって終わりだからでゼロアンが横にいてマリオくんと喋ってたでしょだから結局それも言わないって言ってるから俺が電話したって言わないよとりあえず言わないって言われてるから俺は俺は何の犯罪かも分からん でマリオくんは0ンに配信外では相談言うっては言ってるからだからまあそれ言った後に聞くのはいいかもねでも俺はそれを配信上で言うつもりはないようん配信上で起きた流れと出来事は言うけどね 犯でなくて2年だったら殺人殺人事件んマリオくんは殺人事件にしそうな顔してないけどねうんコメ欄あれ次夜だぜ今日はのんびりとねあのゲーム配信で全国初逮捕者が出たみたいなね話題をしようと思ったんだよ ゲーム配信でねそのプレイ動画を YouTube に開けて逮捕されたっていうねだからこれね「さらに規制待ったなし」っていうタイトルで今やってるんだけども、まあ、マリオくんの話題になるのは正直分かってたなぜなら配信つける前マリオくんたちやってたからねちょっと触れてやろうかなと思ったけどえー、まさかここまで閲覧が増えるとは思わなくて あァル、それはないよ。何がないの何がないの俺はどうすればいいの何がないのマリオくんが言わない、言いたくないって言ってて、それをしつこく聞いてたら、それこそないんじゃないのな俺、お前のためにね、その、詰める配信なんてしないから、言えないんだから。うん。 キャスターっていうのはニュースキャスター詰めてるそもそもが。詰めてないでしょ、ね。俺は詰める配信者じゃなくて、配信上で起きた出来事の、ね、内容の流れとしてあのそれを報告してるわけだけであってあの、炎上ニュースに忖度はないです。ただ、仲間である人間に対しての感情は、ここに関してはフォローしたりとか擁護するよ、俺は。うーん。 あむしろもう、マリオくんがどんな犯罪したか聞きたくないね。聞いたら、ね。あのー、変なことになっちゃうからもう。逆に聞かないわ。うん。聞くとね、あ、俺聞いたんだけどって言った瞬間、お前ら、めちゃくちゃ言いそうだし。逆に聞かないわ、もう。電話したんだって。 豚ミュートにしてル、えージ電話して聞けよ豚あ,ありやすこれいやルイさんは恵美太郎ちゃんが暴露した時にルイさんそれを否定してたから全力で、うん、だから誓いは立てられてたんじゃないね <laughs> 中立ではないよね中立でしょ全然 ネタを、じゃあ俺がさ、このネタを一切触れずにずっと黙ってたらさ、これ誰がやるのって話じゃん。それを今話題にしてるってことが自体も中立でしょ。その後の感情は悪いけど、俺の心だからね、俺は。フォローとか擁護するよ。だって、ワンライブの仲間なんだから。ね俺がさ、ここでマリオくんに対してね。 うわ、マリオ犯罪者だったのがありえねえわ。うわ、もうちょっと味方変わるっていうのもおかしな話じゃん。ああ。そんなの。<laughs> 仲間でい,いるうち、ね、仲間でいるうちは、俺は、ね、圧倒的、ね、味方ホモ大仏になるかな るみんなにそいやでも俺はみんなにさ忖度してると思うよだって別に詰めてはないからねミズニの時だってそうだけれどうーんガンガンねあとはイキリストとかさそう詰めてないと思うけどねあった出来事の流れで聞くっていう流れだけど。 八方美人っていう風に俺言われてるじゃん、リスナーに。で、ここに来て、忖度とかやれるの勘弁してよ都合がいいなあー。八方美人豚ってめちゃめちゃお前ら言ってたくせに、急にここで、詰めろっていうのはおかしくないいろんなやつに八方してきたのに、今になってね、詰め配信者になるの俺、ね。そんなのは、イキリストとかね。 あとは、その詰める配信者に任せればいいじゃん。で、その時に詰められて、その内容が出たりとか、ぶっちゃけられたら、俺はそれを取り上げる。それだけですよ。金魚すくいなんでね。当たりボーナスありがとう。だから会社所属してがつまんねえんだよ。舞台やろう。もう、やめるわ。えー もうやめるわお前。なんでそんなこと言うの自由の熊田。毎回お前言うよね。すごく。あのさ、誰々に対して擁護してたりとかしてて、例えばお前が嫌いな人間をね、仲良くしてたりとか、まあ、自由の熊田、松平健とか俺結構いい感じで仲良くしたりとかするけど、嫌がったわけじゃん。そういう見方してほしくないね。俺が、 例えばね、犯罪を犯していて、ね、それで悪いことした。お前もうやめるわって言われたら仕方ない、そこは。はでも、俺がそれに対して擁護したり、フォローしている人間に対しての観点から見ての、その、やめるわ、お前はちょっとやめてほしいね。すごくやめてほしい、そこは。うーん。 そういうい観点はねそれが忖度なんで豚野郎じゃあお前自由の熊マたんなもっと犯罪者だらけじゃんふわっちってこれからお前そいつら応援するなよ言っておくけどどいつもこいつも前科持ちえそれでお前馴れ合ったコメント書くなよなおい熊マれ合ったコメントをよ もうクリーンな配信者だけ書いとけお前あれあまあ夜だから荒れたくはないんだけどね寝落ちワークだから慣れ合ってねえだろいやちょっとわかんないです慣れ合っている部分でその慣れ合ってないかは、うん、いやピンクだったらちょっとごめんこれピンクだったら 見方ちょっと変わるかもしんないそれはピンクっていうのを俺は聞いて違うって言ってるからあとがピンクじゃなきゃ何でもいいよね。も、う、ね、ん、ピンクじゃないとはちゃんと言ってくれたから言えないだから仲間,かぶあの仲間を、ね、かばってる可能性だってあるよ でもやっぱね、ちょっとショックだったのが、01には言えるっていうふうに言ってて、俺には言えないっていうのはちょっとショックだった、正直。01、うん、さんには言えますけど、みたいな。それはショックだね、正直。うん、当たり前だろ、うん、ピンクで実刑って何よこんなそのピンクで実刑っていうのは。 いやでも、やっぱちょっとそこに踏ん切りがつかなかったんじゃないその電話してる時は。で、やっぱ01っていう部分で一,もう一番お世話になってる人からそういうふうに聞かれたらやっぱ言うかみたいな。まあ電話してる時こう言ってたもん。01さんにも言いたくないと。はっきりとね。01さんがどうしてもって言うんだったら僕は言っちゃいますって風に言ってたから。だから、まあだから、 ゼロワたぶん聞くと思うからそれに関してはねでたぶんワンに言ったら俺にも言ってくれると思うからまあちょっとねそれまではねちょっとどんなのかちょっとね <laughs> ルイさんが悪いよねこれ恵美太郎ちゃんに相談するからなんで恵美太郎ちゃんに言うんだろうねなんかルイさんかばってたって言ってるけどさ エミ太郎ちゃんってペラルじゃんそんなペラル人間にマリオくんのことを話すってもう未来先言うっていうのは分かってるじゃんもう次元式爆弾みたいなもんだよそれを分かっる上で言うっていうのはもしかするとルイさんはそれを狙って言った可能性があるよでルイさんがそれをかばっていたとしても,もうそれはエミタロウちゃんに言っちゃってるからねだから本当の腹黒なんかもしれないうん本当のね お前より腹黒い。どこが腹黒なんだよ、俺。教えてくれよ、表叩き。おい、お前。犯罪をした本人が悪いだろ。まあ犯罪、でもその時は獄中でルイさんとマリオくんも会ってるからね。でルイさんも多分違う犯罪で会ってるんだよ。獄中で会ってるから。違う犯罪同士で、 運命がね重なってマリオ・アンドロイジになったからねえみたろはユイ花から聞いたんだよ犯罪者がいるしかい会社とかやば元だからねうん今は人としてね構成されてると思うよ普通にだっておマリオくんと一緒に生活することあるけど イラッとしないもんシンプルに全然ゼロマリオくんと俺で3人で暮らす時あるけどみんな普通に気さくないいやつらだけどねそんなもん猫かぶってたら分からんだろ それだってさやっぱ他人と一緒に暮らしてったら猫かぶることあると思うよそれはみんながねうーんなかなかけ猫をかぶらずにやれる人なんていないと思うからそれはまあそうだけどまあでもいつかねマリオくんとも喧嘩することあると思うけどえ マリオは01に2回って言ってただろマリオは01に2回って、2回って言ってた。な二2回って。2回が分からん。用語は苦しいよ。苦しくっていいんだよ。俺の理想はね、苦しくても仲間思いをね、募らせているパルちゃん。仲間に対して擁護してるパルちゃん。これでいいんですよ。 ええー、だって仲間をね大事にしないやつは自分に帰ってくるからねマリオくんの背中に入れ墨あるいや俺マリオくんの裸見たことあると思うけど入れ墨ないと思う、うん、なかったと思うニュースキャスターそれではダメ だからそういう詰める配信は生きリストとかそこら辺じゃん。俺のはインターネット上で起きた出来事をまとめてそれをピックアップしてやるっていう放送だからね。うん。まあでも明日の炎上ニュースでマリオくんには電話するつもりだよ。で、言いたくないですって言われたらまあ俺は身を引くよそこは。まあみんなで電話してるからねそこはやるよ。ただ今電話することはないかな。 明日は一応マリオくんに電話してみます。はい。そこはね。だ今電話したってしゃあないじゃん。<laughs> 結局、おこぼれ閲覧いや、俺いつもこの時間帯放送してるんだよ。うん。 おこぼれもらおうと思ってもらえるとも配信やってないからにわから帰ってくれよいつもこの時間帯ね定時放送してナイスもらうためにねはあ食いしばって必死に放送してるんだよ、まあの昼の炎上ニュースでこの深夜の放送を4時間ぐらいやってるからねあだからかなにマリオくんたち放送終わったんだ うん、配信終わったなんか急に閲覧増えたなと思ったんだよもう終わってんのか俺閲覧一位って言ってるかみんなちょっと待ってね終わってんのかな 私が言いたいのは会社を所属してから忖度でうざい。ゼロアンキ嫌いしナイスしてください時代が懐かしいいやでもゼロアンの会社入る前はそんなことしてなかったから。だからぶ、まあぶっちゃけ実際問題なんも変わってないよ。うーん。俺という人間は。喧嘩してないもん。 あの俺がゼロワン嫌いなしナイスしてくださいって絶縁してて頭にね怒りマックスだったかやってただけであってさだからまあ実際問題今喧嘩も誰もしてないからそのそういう放送はしてないよねだから俺をキレさせたら大したもんだようーん地獄見せてやるぜそこ振り切るよ俺は こんばんばはいらっしゃい切れてないですねあ俺を怒らたら大したもんだよっていうのはこれ長州力さんの名言なの全然知らんかったうんつまんねえ豚野郎お前だってねアイテムくれてるからさ強くは言えないけど本当に言いたいことあるんだったらアカウント出して言いなよ ね、匿名でコソコソするんじゃなくてどんと構えて言ってやりなよお前こそせこいよそれはね俺にそういうふうに言うけれどどんと赤,赤立ちしなうんなんでみんな怒ってるのだからなんかあのマリオくんに対して優しいから俺がね 詰めろっってていいう思いを持ってる人たちが多いんだと思うよで忖度豚とかねそういう部分を言ってるんだろうねきっとうんでもフワッチ大これもうほんと口をね酸っぱく言うんだけれどフワッチ大炎上ニュースのネタは言うよ、うん、言いますそれはもう忖度ないです報道規制はありませんジャニーズ事務所がね あのー、性的なことをしたジャニー喜多川さんの件でいろんなニュースの報道番組はね取り上げなかったじゃんそういうことはしないです、ね、えただ仲間だって仲がいい人は正直フォローしたりとか擁護したりはしますうーんだから俺個人の価値観の感想だからお前らの個人の感想に関してはもうおのでいいと思うよねっ うん。で、俺が叩かれる意味がわからないからね、俺は擁護してるだけじゃん。ね、ここは、パルちゃん、仲間思いで正義の、ね、豚まんとかさ、ヒーローとかね、そういうことを書くんじゃないのうん、正義のヒーローっていうか、おか,おかしな話だなの。 あの仲間思い出なだねとかさそう,いうそういうのでしょつ昼の炎上ニュースみたいなノリやめてよ <laughs> じゃあ他の人も擁護基本的には人のことに対しては詰めるようなことはしてないよね まあ電話して聞いて言いたくなさそうだったら俺は軽くスルーしてるって感じ基本的には八方美人豚だね八方美人というかあんま詰めすぎると次の電話出てくれないからねだからそれが怖くてまああんま詰めれないっていうのがあるよね正直電話は明日ですねかけるとしてもうん明日です 今日することではないねだって今日電話して明日も電話したらうざいでしょするなら明日だねえー、明日まではおなき,きんでお願いします自分の尻拭けるようになってから言えよ自分のケツぐらい拭けるよお前 なめないでうんその前にルイージにも再確認したらバンダが電話できないじゃんねえルイさんはええゼロのケツ拭いてもらってませんうん 誰に対しててもパルちゃんをは詰めてないよねそうだよ。基本的には。<laughs> まあもちろんね、詰めちゃう時もあるよ。詰めるっていうか、質問でね、ちょっとつおかしい質問とかはしちゃう時もあるけどね。うん、しずかちゃんに電話してさ、あのー、配信上で、あれはちょっときついんじゃないのっていうぐらいは言うけど、ね、別にその、 乗らひらりといい笑顔振りま,振りまけてるよ。はい、まあでも恵美太郎ちゃんとルイさんの喧嘩きっかけでマリオくんの犯罪がまあ暴露されたけれど誰もルイさんと恵美太郎ちゃんの流れは 聞かないんだねマリオくん一点倒なんだるいさんとえみ太郎ちゃんの気になるけどね俺は正直えっ、ー、結局さ二人とも捕まってないからねなんか DV で警察が来てなんか警察の方でえみ太郎ちゃんが連行されたんだよなんか尿検のね検査で で結局出てきてるからまあ実際問題薬をやっていたっていうのは嘘なんじゃないおとといね昨日ルイさんが言ってたけど昨日おととい海太は薬やってたって言ったら多分尿検して出ると思うしねフラッチと関係ねえからどうでもいいあそう話をそろすのドアホーだってこれ進展ないじゃん 進展がそのマリオくんの件に関しては、うん、もうひたすら考察するしかないじゃん推測と考察推測で,で電話は明日だよ明日年上ニュースのネタとしてね取っておくよこれは今電話なんてするのはナンセンスだね 執行猶予じゃないでしょ実刑食らって刑期終えて出てきてるわけだからだから猶予はついてないんじゃないうん松平に電話してどうするのよもう3日連続松平に電話しちゃうよ俺あエミ太郎ちゃん実家に強制送還されたのあそうなんだ え、じゃあ、えみたろじん、今、実家に戻ってるってこと九州の方で。早いね、なんか戻るの。そんな早く戻ったんだ。あ、これこれ、そんなん見たよ。ニコ生辞めるんだってなんかもったいない。なんで辞めるのか、ちょっと理由はわからんけど。あ、違うツイッター見たら警察署に泊まるみたいだよ。え、そうなの 警察署に泊まるような感じじゃないよなんか取り調べ終わってようやく帰宅しますってツイートしてたけど警察署に泊まるような内容じゃなかったよこれも適当かええみたろうが出てこないこっちだな帰ったよねうん もうそう聞いたら帰ったって、ね、ええ誰だっけなダメだよ違うな訳あり会社なのええー、訳ありというかまあ過去がい,いろいろあるんだよねいろいろね えーっとそもそもみた太郎ちゃんのツイッターが出てこないなこれかリツイートあんましないなこれ その会社の副社長っていうのは本当、まあ、たで肩書きだけどね副社長っていう部分は言ってもらえてるけど、まあ、実際問題はそういう大層なものじゃないよ、うんえマリオワリオえで悪い字あんルイ,ジ,あでルイジもいるでしょマリオで言うと。 俺がワリオで「しょで、ゼロワンが「悪いーでしょでマリオくんが「マリオ」でしょでルイージーがいるじゃんじゃピーチ姫を作らないとねこれクッパとか火薬さんはピネキオでいいんじゃない臆病者だから過去のことは過去のこと言ってるやつ らは被害者の同じこと言えるのかよその被害者っていうのが分かんないじゃん。その分かんない状態だから、そんなこと言われても困るよね。そんなこと言ったら、でもは、あの、ふわっちってさ、犯罪者だらけじゃん。ね全員言ってこいよ、お前。おい、お前犯罪犯したんだってよ。被害者に顔向けしで,きできねえよな、つって。言ってこいよ。 なお前の顔見て恐怖でね,ね悲しいやついるんだって言ってこいよ全員に <laughs> 被害者はまだ分かんないそう被害者がいるかも分かんないからねうんまあでもマリオくんはまあ 実刑2年でしょ、まあ、2年って結構重たいから初版でうんだからもしかしてマフィアのね工作員かあとはまあその暴力団の工作員とかそ,そこを考えるよねワンちゃん執行猶予もなしか執行猶予もないって言ってたねね 獄中で会ったらしいからルイさんとはあ社会復帰センターで出会ったとか言ってたってことはルイさんとマリオくんは社会復帰センターっていうところで会ってるから獄中で会ってないのか社会、ね、え復帰センターっていうのは何なんだそもそもえワンワンが1年 だよよって言ってて言るよあ1年ってて言ってるのあ2年じゃなくて裁判刑務所とは言ってたのいやみた太郎ちゃんがルイさんとマリオくんがあったのはなんか刑務所であったみたいなねニュアンスで喋ってたっていうあ社会復帰センターってただの刑務所じゃあ刑務所じゃん でもゼロンとの会話では2年って言ってただから多分1年ちょっとなんじゃない ?2 年契機っていうかまあ1年ちょっと出てきてまあ2年っていうふうにアバウトに言っただけじゃないの普通にでワンワンがなんでマリオくんのことそんな詳しいのヨくもまはこんだけ犯罪者が集まったもんだええー 犯罪,しか犯罪者しかいないそのコメントねあのニコ生時代さアルタまいでね野田総理石川紀之さん鮫島さんねこれこれさん水にゃん、えー、ネットの王子とかもういろんな人が集まった時があるのアルタまいでそれで誰かが叫んでたやんここにいるやつら有名人って勘違いしてるけどここにいるやつら全員みんな犯罪者あ 言ってた今そのコメント今書いてるから同じやつが書いてんのこれ、ね、6年前の話だけど6年ぶりに書いたお前コメント「ワンライブって犯罪者の集団なのいや「ンは別に犯罪者じゃないし俺も犯罪者じゃないよでマリオくんは元だからねうんね犯罪者集団じゃないです だから特殊詐欺だよ上の人を売らなくても自分の豚箱に行ったから何も言えないんだよ読んであ上だから騙されたのかなじゃあマリオくんは特殊詐欺だったらもし俺が犯罪者で脅迫,な脅迫犯ででも下のものを使うものだったらまず56人ね選んで使い捨てにするんだったらおマリオくんだもん 悪いいけど利用しやすいよね正直忠誠心もあるし、うん、でチンコロもしないっていう心配もないじゃん正直選ぶならマリオくんだよねだからマリオくんは利用されたんだよ「ゼロは昔福井で JK ストーカーして新聞に載ったろそんなそんなのそれ知らない 反射みたいなものをラワンに迷惑かかるから言わないんでしょ、うん、いやピンク系じゃないって言ってたよ。闇カジのインカジ、うん、下着泥棒で2年はきっちりな。まあ、レープだったら分かるけど、下着泥棒で2年はないでしょ下着泥棒やばいの重たいのそれ。ねえ。 下着泥棒は今日はハイボール小雪とバレバレさんの誕生日おめでとう今日も寝落ちさせてもらうねこれもう見なくてもわかるうんやっぱね昨日と同じコメントだからもう心が通じ合ってるよすぐ分かったその可愛らしいコメント ががの下着欲しがってたぞああでもさ有名人のパンツが欲しいっていう心理は分かるかもしんないねお前らさ俳優のねまあ綾野剛とかさねええー、まあ櫻井翔君とか女の子だったらパンツ欲しいと思うでしょ俺もそうだもん堀北真希のパンツとかね広瀬すずのパンツ欲しいもん 気持ちはねみんな一緒だからねいらないいらないよそれはむっつりだねあかんよむっつりはいや男はさみんな堀北真希とか広瀬すずのパンツ欲しいと思うでしょう女優さんのね欲しくないって思っているやつなんていないんじゃない 女の子はまだ分かる。いらねえよっていうのはね。男はそうだろう。男で否定してるやつは、もうこれ、もうむっつり認定だから、お前。もらってどうすんのいや、俺はも,もらったら、こんなものの履いてんだと思って、まあ、1日眺めれるよね。で、その後のに売る、うん。ね。売ります。ちゃんと。ん多分。 500万で売れると思うわパルパルもそろそろ国税入ると思うあのね国税が入る入らないの話はもう古いんだよ猫縄のチョムニダみたいにそんなんがあんのややのゴーっていうのは女の子視点で言ってる別に ど,どの人でもいいよだから推しいるでしょ俳優さんでその人の何か欲しいと思わないえっ記念側何これ記念側社会復帰促進センター受刑者の罪名打ち明け 伏せ字でちょっとわかんないよ、これ、うん。これ何の内訳なの、これは。その、社会促進センターでルイさんとマリオ君がいたとして、その犯罪の割合を足してくれてんの、これ。殺人が18%って書いてるけど、これ。結構いるね。怖くね窃盗より多くねあ、窃盗よりは少ないけど、 18%なかなかだわ民間企業が経営する刑務所だよわ、うん、かんないですマリオくんが何やったかね俺もちょっとわかんないですきつ側に入ってたんであそうなんだるいさんなんで入るのるいさんはミ美ロ郎ちゃんの話を聞くと役だよね 薬売ってたのか買ってたのかちょっと分からんけどそこはそれは分かってることルイーさんが入ってたのはねそこでまさかのマリオくんの話題だからねエミトラうちゃんでマリオくんを投下したんだろうね爆弾、うん、俺ねエミ太郎ちゃんみたいな女付き合ってたらあれメイヘラっていう類じゃないよねもうなんかもう しんどいだろうなあれ、ね、付き合ってると俺で、ね、初犯とかそんなの逮捕な真っ白ですカバーはもう内定入ってるよちゃんとやってるよ多分ゼラは恨んでるんちゃうえみたろう名誉毀損だプライバシーの侵害でもあるだ誰に対して マリオンの配信見たとき、元カノ薬薬漬けだって言ってたよね。あはあ。なんか言ってたな、それ。元カノがそうでしたっていうのは。それ放送で言ってたわ。うん。そんなこと言ってたな。幼女にいたずらして捕まったこと。そう、いや、それはないでしょ。それだって言ってない。もう測でしょ。社会復帰。 促進センター性犯罪窃盗強姦放火しか入れないらしいそれのどれかえだってルイさんも入ってたんでしょそこにだからルイさんも役なんだよだから薬関連も入ってるんじゃないそれはないんじゃないおだってルイさんとマリオくんそこで出会ってるんでしょ社会福祉、ね、促進センターででルイさんがやった犯罪は役でしょそれだけじゃないんじゃない うん、あ元カノがねなんか寝取られたらしいね言ってたそれもなんか付き合ってた女が浮気してたみたいなそんな話は聞いた <laughs> 金持ちの人脈を自ら作らないと足を引っ張られるマリオが自分でロリコンって言ってた初犯薬物2年は100ない 年数じゃなないかな、うん、年数で重たいやつほど社会福祉センターに飛ばされんじゃないうん明日マリオコロちゃんとコロちゃんって誰だコロちゃん誰だろコロちゃん なんか聞いたことあるなポロちゃんじゃないよねコロちゃんコロちゃんで誰だあポロねうんあなるほどね仲いいらしいねポロちゃんとマリオくんはコロポロ間違えた 足を引っ張り合うつつたちまあでも配信者やってるとさあの正直異常者者しかかいいないから配信者ってだからさやっぱ過去にそういうものを持っていてもう行き着く場所がないと社会的にたどり着くのがここなんだよだからマリオくん以外にも何かしらの闇を持ってるやついると思うよ。うん あの30代とか20代後半とかやりやってるやつとかねあると思う闇は隠してってあポロの兄貴が中止するって言ってたの明日ポロちゃんとコラボするってゼロン言ってたよさっきうん。 マリオくんが未成年監禁しないでしょできないでしょ俺ねマリオくんはやっぱ人に命令されて動くタイプだと思うから <laughs> そこはめられてるんじゃないですうん前科についている人なんていっぱいいるよねいやそりゃいっぱいいるよね どんんだだけ犯罪者いるろフワッチってでもフワッチに限らずなんか配信サイトの全部が全部犯罪者多いイメージあるけどツイキャスもそうだけど詰めるというか電話はしてみるよ出なかったら仕方ないけど マリオに背中入れ墨なかった別にうんないないマリオくん特殊詐欺のかけ子だったら個人情報の取り扱いはまずいマリオが話さないレベルなんだからピンクありえるだろいやでピンクは否定してたからそこはうんだから、まあ、ピンクはないんじゃないの そこ誰かいるの席が聞こえた席ないですね。誰もいないです。俺一人ですね。まあでも、なんでね、こうなっちゃうんだろうね。うちの会社は、本当に。どうしてこうなっちゃうんだろう。 何でも否定するでバカかよ <laughs> あのね否定してて仲間がね違うって言うんだよま、ね、っすぐの言葉でそれを誰が信じるんだよ仲間だろ違うの俺がもしねワンライブ入ってなかったらねそんなもんね信用してなかったと思うでもマリオくんと俺は将棋やったマージャンやった中で経験値がね違うんだよ リスナーさんとのそのそ部分でねだから俺はあ,あのマリオくんの言葉のまっすぐな言葉は信用してるよルイージが相当やばい罪だと言ってたぞそんなこと言わないでしょルイージさんはだってルイジさんはエ美太郎ちゃんが暴露した時全力で擁護に回ってたんでしょ擁護っていうか「そんなこと言ってない」とか言って否定してたんでしょ 今更言わないでしょそんなの、うん、つかえマリオくんがツイートしてるうんあのねマリオって言ってもねマリオが出てくるんだよね ええ。あれマリーをふわって出るかこれ。 どうじゃろこいつそんなこと言われたってコメント欄がそれだらけなんだから仕方なくねいつまでするんだとか言われてもそれしかないじゃんだって俺はねもう話のネタを今日集めてたんだよ夜のこのネタをしようと思ってえ、ね、準備かましてたんだよ 調べてるかこれ見ててそんなこと言われたって困るよ俺だってよ兄弟ええー、リスワンの方から見れるなでこ 何もツイートしてないじゃん嘘言わないでようん OK 同じ会社で怖くないのまあ俺さまあいろんな人と会ってきたけど小指がない人とかねあの窃盗してたり役 役をしていたりとかそんな人と会ってるからもう何とも思わないね。俺多分ね、まあ、こんなこと言うとちょっと荒れちゃうかもしんないけど殺人を過去に犯してしまった人がもしふわっちで配信やってて一緒に飲む機会があったら一緒に飲むと思うよ。うーん過去の話だからって別にビビらないと思うわ。ね か過去にね殺人を犯していたとしてもでも俺思うんだ不ワッの配信者ってまだ殺人犯みたいなやつでは出てきてないんだよでも過去に殺人を犯して出てきてるやついると思うんだよねうんこれはやばいぞ今の発言中井さんって気持ち悪いよなお前 コメント無視してるけど。くまた寝たくまたんは落ちました。はい。で、俺はこれを見てほしいんだよ。ゲームプレイ動画無断配信し逮捕。全国初だって。極めて悪質な事例ってことでね。スタインズゲートのゲームプレイ動画の実況をね、勝手に無断で投稿したことによって逮捕されたらしいよ。 著作権侵害で。で、これはもうねよ、より配信上で許可されてないゲーム配信ができなくなるなっていう、ま,あ、また規制がかかるなっていうか感じをね、これ今、夜に話そうと思ってたんだよ。そしたら、それよりでかいニュースが来ちゃったからね。うーん。あ、せいぜ顔近くて。 著作権侵害逮捕者出たよ全国初だってゲーム配信者でまあでもこれ見せしめだと思うけどね普通にブロックしろや俺は連投で荒らしてない限りはブロックしないよだってアンチもリスナーじゃん仲良くやりたいよね だから俺の放送で寝落ちしてほしいアンチもその代わりナイスだけをしてってね中井 NG 入れとくわうっとうしいからうん中井ブロックで前まで新作とかやってたよねゲーム系配信者はだからねえ厳しいよな普通にお前みたいに生きてるだけで迷惑の豚がいるからどんどん 規制が厳しくなる <laughs> 俺別に迷惑かけてなくないああ、ね。ホテルでさ、放送してるだけじゃん、まあ。たまに外出るけど、迷惑配信はやってないよね。それは、えー、ゲーム画面以外の動画も流してたからだよ。あゲーム画面以外の。 動画も流しててたってことかじゃあアニメの動画も流してたから捕まったってことなのかなそういうことかなあそれはもうアウトだね中井さんちょっとねお前黄色のアイコンでしかもコメントがいちいち細かいからあのね鬱陶しくて仕方ないんだようんだからちょっとあの中井さん申し訳ないけどあの30秒待ってほしい 一つのコメント書いたら。ああ。30秒待ってくんない頼むから。誰かちゃんはそんなことないですよ。あの、中井んっていうのね、この虎の絵文字を使っているやつがっ欲しくて。とにかく中井はブロックをおすすめします、皆さん。まあ、カマチょだから、めちゃめちゃ書きたがるんで。だから結構配信者で中井んブロック入れてるやつ多いんですよ。 で中タんが DM でね解除してくださいとか泣きついてみんな解除してあげてるだけでこの人配信者で多分ナンバーワンにブロックされてる人かもしれないだからオスだね、うん、メスじゃないメスだったらもっと優しいよ <laughs> マリオくんは黙秘まあ言わないって話だよ 中井さんにフォローされてた女の子だったら気をつけてね。出会い中だから。美観ちゃんいらっしゃい。ありがとう。言った方がすっきりするぞ。いや、それは魔力に言ってんよ。俺が言うことじゃないもん。俺知らないし。でもこれでね、一皮剥ければいいけどね。やっぱ、配信者ってさ。 あの炎上なしで成り上がることなんて無理だと思うんだよ。やっぱリアルタイムだし、で過去にやってきたことだってね、赤裸々に公開されるわけだから。だからこれを機にね、あのマリオくん、自信ついてね配信と、配信者としてさ、目覚めてほしいなと思うね、正直。上からになっちゃうけど、うーん、これを機に人気になってほしいよね。どの配信者もその炎上をくぐり抜けてね、 有名になってさいやあの頑張ってるわけだから昨日中井昨日女の子の心霊配信荒らしててあそうなんだめちゃめちゃ嫌われるからやめた方がいいよいやつまんなくはないんだけどあのねまあ、マリオくんの悪い部分はか閲覧が20の時とか30の時にブロック入れてたんだよ あのねこれはもうどの配信者に見えるんだけど閲覧が低い時はブロック入れない方がいいよそれをまあもてあそべれるような配信をやれば俺はね伸びると思うんだよな普通に松平は電話待ってないしよだって松平配信やってるの理由はなんかイベント のの時になんかかてたのかな爆,発爆,爆発力がないよなネタにしてひょうひょうとやればいいのにマリオには配信より裏方に徹してほしいかなだったらもう配信やめさせた方がいいかもしんないけどいや,やっぱワンライブだから、ね、会社としてワンライブで入ってるんだったらやっぱ配信でも頑張ってほしいよね でマリオくんが有名になってさでて展開作って話題いっぱいやってくれたら俺も助かるしね炎上ニュースで <noise> ゼロはだんまりじゃないよ今日はマリオくんの放送で聞いてたよね普通に <noise> ワンライブは配信が仕事だもんねそうなんだよ同僚してどう思うんや ピンクじゃなきゃ何でもいいよ。うん。ね、レイプしてなきゃいいんじゃない俺はそれでいいと思うよ。まあ殺人とかレイプじゃなきゃ。まあ、レイプとか殺人だったら2年では聞かないと思うし、正直。だからまあ、それ以外だったら俺は何でもいいかな。 あゼラもそれ言ってたねね下着泥はだ俺の施設のね同僚だった小田君っていう人は下着取ってたからうーんで俺はそれ黙ってたからね自分の手を汚さずにその女の子たちのパンツを干渉できたというね部分で俺は黙ってたから ななも思わない下着あ交通事故ってどうなんだろう交通事故で人を引き殺してしまった事故でねこれは執行猶予つくのかなねえ執行猶予もいろいろあるよね。 その子から卑怯なやつだったんだろう卑怯というかどうすんのじゃあパンツ見つけてさその女の子のさコレクションらしきパンツがあってなんかあの小田君は下のタンスの中にパンツをいっぱい収納しててねでなんか白いなんか分かるパンツに分けるなんかあるじゃんその中にコレクションとして入れてたんだよで俺それを見つけて俺なんて言えばよかったの先生にチンコロすればよかったの 先生小田君が女子党からパンツ盗んでますと。ねそんなことできないよね。小田君に言えばよかった。小田、お前パンツ盗んでるの。お前やばいな。お前これ言われたくなきゃ金よこせとか言うのそんなのできないよね。卑怯も何も何もできなかったっていうのが答えだよね。うん。で、何もできなくて思春期を迎え、ねまあ、さ 真っ三中の中一の頃だよ中一中二の頃ねそんなもんお前知らないふりしてこっそり見るのが一番ベストでしょ一枚くれなんて言わないよ一切それはワンに言ってほしい俺に言わないでうんでも マリオ君が裏方いなくなったら、まあ、正直ね困るよね <laughs> 松平訴えた小田じゃないよねそっちの小田くんじゃないです大丈夫ですあのまあ松平源さんとね小田さんは今日裁判の最終公判やって決着ついたらしいからね30万でかよかったねもう 30万で済んでよかったねこれ逮捕だったらね A 番だったからさいい決着のつけ方したんじゃない夏松、ね、ゲンもゲンもこれに懲りてねあの横平な態度取らないようにねいやマリオくんの代わりは誰もいないねこれはっきり言うわもうね一緒にやってきた年数がもうほぼ1年ぐらいじゃん うん、まあ1年は言い過ぎか。まあでも半年ぐらいじゃん。やっぱね、信頼と忠誠心は金で買えないからね。長い年月をね、積み上げてきて、そっから信頼が生まれるわけだから。だからマリオくんみたいな代わりはもう聞かないと思う。だ仕事できる、できないは,そは代わりはいると思うよ、たくさん。ただ ゼロアンが多分見てるのは忠誠心と信頼。そこが一番でかいんじゃない代わりは正直そんなそこらですぐできるもんではないと思ってるよ。<laughs> 嘘ついてたのにあ、ゼロアンに何言ってなかったのその前回それはさ、嘘をついてたっていうか言う、言ってなかっただけじゃないの。うん。嘘をついたというよりね。 言わなかったが正しいんじゃない聞かれなかったとか <laughs> あそうなんだそれ知らなかったまあ鳩だからちょっとね分からんけどそれって嘘つきでしょ俺だってさあの自分が不利になることがあったとしたら言わないよ、うん、あえて聞かれたら言うかもしんないけど 聞かれないんだったら言わないよね、うん、だってマイナスになることなんで嫌じゃん。マリオくんは01のワンライブ入ったのってしつこくなんかメールとか DM で何度も拒否ったけどくじかずに行ってそれで受かったらしいからそこに対してなんか01は勝ったらしいけど。 頻繁にどこか行ってくくるの怪しくないあちなみにマリオくんが頻繁にどっか行ってる理由として俺は知ってるようん普通にゲームしに行ってるだけだからねそうエイペックスが大好きなんだよだから友達とゲームするためにあの行ってる頻繁にだからなんかそのや横島のやや、ね、部分じゃないよ エペの結構ランクが高い人なんかななんかダイヤモンドって言ってたよランクがで友達とやるのがすごい好きなんだっつってだから所々じ実家書いてやってるらしいだからそういうやましい部分はないよ マリオは意外に闇が深いかもしれない。それは、俺もそう思う。あの、マリオくんって、何考えてるか分かんない、正直。ね、でもそれは俺もそうだからね。01だってそうだよ。だから、配信者みんなそうだよね。何考えてるか分かんないよね。みんな言えるよ。 んなわけねえだろうがアホかよ、うん。で、俺の今の思考はどう思ってると思うねえ、分かんないでしょ。今、何を考えてこうやって喋ってるのか。ワンチャンね、ああ、人殺したいなーとか、思いながら喋ってるかもしれないんだよ。ねえ、何を考えてるか分かんないよ正直。腹減ったなって考えてる。お腹パンパンだから、まあ、 まあまあそんなことは考えてないけどまあで腹減ってる時はそう思うかも俺は今考えてることはリスナーさんをね寝落ちさせて安眠枠したいなってリスナーさんの寝顔が見たいなってそれだけですよゼロパルパラ感情を 表面に出すじゃんそう出す出すっけ俺らあーあー今日も豚かわいいなこれ本物かあ偽物だああ多いから最近ゼロワンっていう名前でやるやつなんかこれハトで来たんだけど ゼロワンが昨日ねあんぶで歌ってる時にめちゃめちゃ俺のことをさ好きだって言ってたって聞いたんだよほんと01何かああいうの告白してたって23件ハト来たんだよ俺のことパルパル大好きだって言ったのホモなの いやあんつぶでカラオケ歌ってる時にテンション上がって言ってたっていうねハドが来たんだよ。ゼロワンの偽物はなんだっけななんかゼロ八とかロワンとかねあとは本当にゼロワンっていう名前で、まあ、ゼロワンだね普通の。 言ってたっけ酔ってたよあっちょっと嬉しいよねそれはうん酔った勢いでそれを言うってことはそれ本当に思ってくれてるっていう部分だからねいや分かんない俺見てないからそれは「0」は女に飽きて今男にはまってる「ホモワン」だよガチいや「0」はホモではないけど女好きだよ あでも、そう言ってもらってたっていうのが本当だって嬉しいね。俺も照れくさいけど、ね、浩平川西、まあ、まあ、あの、好きというか、まあ、普通にね、いいやつだと思ってるよ。ね、<laughs> 喜ぶな照れくさいよね。 ほだよ静かな足見てムラムラしたことあるしそれネタでしょでマリオくんも好きだよちなみに、うん、マリオくんも聞いてると思うかなマリオ貴様がねあなたがまあ犯罪を仮にしてたとしても過去の話だから俺はゼロンと同じ気持ちでね マリオくんのことをなんていうんだそういうなんか冷ややかな目で見ないから過去は過去だからね、うん、大丈夫でよだからマリオくんこれマリオくんにねあのファンタスティックもらったことあるんだよだからイベント中にね感謝してる部分あるからねマリオくんは ありがとうございます。あー、ごめん、まりちゃんだね、今。正直、まりちゃんって名前は、変えなくてよかったと思うよ。うんな。なんでまりちゃんなのマリオでよくね。まりちゃんって呼びづらいよね。ちょっと、なんか変な匂いしてくれね、それ。しずかちゃんみたいな。ねえ。 なんか静香ちゃんもさトム・ソウエ池上でやってたのにトム静になってトキ静かになったじゃん今マリちゃんって名前になってんじゃんこれうんほもかほもになってきてない大丈夫ゼロワン本物だよ痛いた今ゼロワンがでさっき売ってたの本物だよ偽物じゃない マリオでいいと思うけどねマリちゃんっていうのはなんでそういうふうな心境になったんだろう女の子になりたいのかなおやすみなかいゆっくり寝るんだぞもう二度とコメント書くのよ今日は堀越パルパルには話したがいいよああまあね正直ちょっとゼロワンには話せます 言われて、まあ、俺にはちょっと話せないっていうのはちょっとねあの電話で言われたからさまあよかったらね気が向いたらでいいから教えてねうん <laughs> 商標登録されてる名前で稼ぐのはよくないああそういうことねうんあなるほどマリオって名前が今売れてるから確かになんかね著作権侵害で ね、なってるもんね、これ。全国初で。で、マリオっていう名前はニンテンドだから、ニンテンドってさ、なんか、ほんと厳しいんだよ。ホーム部っていうね、とてつもない最強のね、弁護士をつけてるからさ。うん。あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ユニバーサル・スタジオと、ニンテンド戦ったんだよ。キング・コングと、 ドンキンコグが酷使してるって言ってねパクリだっつってでそれに勝ったんだよ任天堂はホーム部でユニバーサルスタジオに強いよあと最新のホーム部の仕事したことはマリオカートあったじゃんなんか新宿とかさなんか街中で道路で走ってたじゃんあれあれ無許可でやってたんだよ で、ニンテンドーがそれを訴えて、もう今、道路で走らなくなったでしょ。負けたんだよ、そのマリオカートのやつに。だマリオっていう名前はワンチャンね。うん、訴えられる可能性もあるよね。ホーム部が目つけたら。まあ、でも、ニンテンドー様が、ね、あの、正直、閲覧ね、100、200の人を目つけてさ、 訴えるとは思わないけど大阪走ってたぞ今日テンストの枠でまた違法違法者が走ってるわ走ってたの大阪では東京はめっきり走,る走ってるとこ見なくなったけどねえいや調べてみなよ任天堂がマリオカートでね外国人相手に観光客してる会社に対して訴えたのあるんだって でそれで勝ってもう走らなくなったっていうネタがあったんだよ。で、またやってんじゃないのこれ。うん。余裕で走ってた。ホーム部は強いね、任天堂の。だから、今、ルイジって名前でさ、ルイさん活動してるじゃん。ね ワンちゃんホーム部に目つけられてさ1000人いるから訴えられてお前人生破滅するかもしんないよ名前変えた方がいいかもねそうなんだ調べようかマリオカートニンテンドホーム部の実績調べるか あそうか、ニンテンドーに金払ってるんから走れんのかなあ,あ。東京ね。あれ、一回ね、01俺、大阪へ行くわ。ちょっと、また。資料がいるから、取りに行ってくる。本物、これ。こんなこと書くかな。 だ本物だえっとほらマリカ裁判あるじゃん行動カートのマリカが任天堂のキャラクターのコスチュームとセットで外国人に旅行者に貸し出しその上、えー、や野望であるマリカーの商法まで所得していました マリカーはマリオカートの商法であるため、ニンテンドは2016年9月、特許庁に対して商法取り消しを求めました。2017年1月にニンテンドの異議申し立てが棄却されたことを受けて、ニンテンドは2月に不正競争防止法違反及び著作権法違反として訴訟、えー、を起こしました。 結果的に2018年9月に任天堂が勝訴し、マリカ側1000万円の支払いが命じられました。マリカ、現在は MARI モバイビリティ開発者に解消し、2018年9月28日、知、えー、財産交際に控訴し、法的闘争を続く見込みとなっています。ということがねマリカ事件だよ、これ。 え商標ってなんだよ待って、そんなこと言った俺。えー、そう、総標って言った俺これ。まあ、ね、どっちでもいいよ。そうだよ、任天堂あとユリゲラーにも勝ってるからね、昔。 超能力者として有名だったユリ・ゲラー裁判超能力やマジックで知られるユリ・ゲラーは2000年にポケットモンスターに登場するユ,ユン・ゲラーは、えー、無断で自分のイメージを使ったものだとして6000万ポンドの賠償を,賠償を求めましたしかし米、えー、連邦地裁によるとユン・ゲラーという名称が日本でしか使われていないとしてニンテンドが 少々する形となりましたって書いてる。だからユ,ユリギラーにも勝ってるんだよ。でドンキン皇軍でユニバーサルにも勝ってて。だから強いんだよ。何もかもが。ユリギラーとユンゲラー。ユンゲラーってポケモンがいるんだよ。 ユリゲラーはだから大阪女の配信じゃないに行くんじゃなくてあのね俺長野県にいるのはあの本人の身分証明書がなくなっちゃったから住民票を取りに来たんだよ。で、まあ、身分証明書とともにね申請して一回棄却されたけど棄却というか却下されたけど、まあ、復活してね今ポイントも下ろせるようになった。 その後にちょっといろいろと資料を取りに行かなきゃいけないんだよ。まあでも一日だね。行くとしても。一日泊まって、それ持ってもうすぐ帰る東京に。でも絶対ユリ・ゲラーだよね。モデル。まあそうだね。うん。間違いないよ。絶対モデルにしてると思う。いや、俺ね。 あのみんな知らないと思うけど5月23日誕生日なんだよだから大阪行ったとして帰ってくる時間までもうちょっと短いんだよねだからもうとりあえず長野から長野からさどういう経緯で大阪行った方がいいのかなどういう経緯で行こうかな長野駅から 長野駅から金沢方面の方行った方がいいのかな特急に乗り換えてそれが一回東京に戻って新幹線乗り合わせた方がいいのかな長屋に行った方がいいあそっちの方がいいのかじゃあ大阪にやる相手いたらさあの俺何回も大阪行かないよ 誕生日会、どこであるん誕生日会は分からん。やるかも分かんないよ。噂ではやるってね、言ってくれてるけど。早いのは新幹線。時間がかかっても楽ならサンダーバード。サンダーバードで行こうか。政治が東京来るって、そんなことないよ、治が。あの誠治さんがね。ねあの、重い、腰が重い誠治さんが来るわけないよ。 ねえ。まあ、まずその前22日がゼロワンの、なんか、あのー、1日店長があるんだよ。で、噂では、なんか噂のあるさんが来て、100万使うっていうね、なんか鳩があったよ。本当かわからんけど。うん。すごい売り上げなんじゃないそれ本当だったら、100万円だったら。 ゼロワンが漢字で誕生日会あるって言ってた記憶が。本当に全然それ知らないからさ。噂の R さんっていうあのお金持ちの社長さんがいるんだよ。部長山田に爆投げしてた人だね。100万円投げるっていうねあの。別に噂の R さんが言ってたわけじゃないけど、鳩で来てた2件ぐらい。誠治とみつ東京来るって言ってたよ。みつちゃんも祝いに来るのこれ。うん。 政治から聞いたけどみつちゃんは俺のことをねあんま好きじゃないって言ってたらしいんだってでもあのー、すごいいい映画を振りかざしてくれたから多分もう嫌いじゃなくなったと思ううーんみつちゃんでもすごくいい子だなと思ったしねっ すごくねうんだからみつちゃん誤解しないでほしいんだけど俺あの政治では申し訳ないけどその恋愛的な意味じゃなくてみつちゃんのことはねあの奥さん彼女めちゃめちゃ尽くしてるなってすごいなってあの政治をね尽くしてるみっちゃんはすごいなって本当に思いますええー。 パパルパル何かしたのいや何したんだろうね分かんない何し出かしたかは <laughs> そうそう彼女としてねあと可愛い,いしね普通に美人だよねあそういうことね誤爆しててつっついてそれで悪ふざけしてたから嫌いになった可能性もあるねそれは、まあ、誤爆じゃないけどねあれ友人が書いたらしいから ルパールーまあそんな誤爆はね昔の話だから別に引っ張り出さないけど猫父さんらしい普通に綺麗な女性だから誠治にはもったいないよ本当にだからはっきり言うわ政治はみつちゃんをね怒らせないように生きなさいあんな可愛いい子をね怒らせて別れたら もったいないなよ正直ね一生捕まうんないせい治さんあんな可愛い子はねだからもういじはみッつちゃんの奴隷になった方がいいよお前もそういう人見つかればいいなまあクマとかねエルマルちゃんとかもい,いろんな可愛い子と付き合ってきたけど <laughs> 俺はもう後悔してるよ あんな可愛い子と付き合ってきて、王変の態度をいっぱい取ってきた。後悔しかないね。これからもし次,次付き合う可愛い子をね、いるとするなら、俺はとことん優しく,な,優しくなろうと思ったね。うん。とことん優しくね。あやちゃん、誰だっけ麻也子の話かな 付き合ったと思い込んでるだけやないのいやそんなことないでしょ。L まで連絡取ってるいや取ってない。パルにガチ恋の親子はどうしたのあああの子からはなんか LINE 来てたよ。間違って LINE し,しちゃいましたとかそういうの来てた。スタンプだけ送ったけど。 元カカレンのことも忘れないでカレンちゃんは普通に俺は可愛いと思うし好きだよ普通にねうーん全然いい子だったよ愛してたよ普通にクマとはまだ会ってるよねクマとはまだ会ってないっすねてかもうクマとは縁切れたネットフリックスの契約解除されたから パルポ,ポ,クポクポクどうにかしてよ <laughs> 部屋で発狂してるあのポクポクちゃんをどうにかしてあげたいんだけどポクポクちゃんの目線で俺を見るとねあのどうやらパルパルさんのことはオプツにしか見えないらしいよポクポクちゃん手首とか切るんだよ、まあ、自分を傷つけるタイプなんだけどもしパルパルに抱かれるなら リスカと同じでその原理で抱かれますって言われただから俺が声かけてもうんこにしかならないから人としてね声届かないようんこにね声かけられても見向きもしないでしょてか避けると思うしそんなことをリアルタイムで言われたね松平が電話待ってるだから これ、松平が書いてないこれ。え、大谷翔平、10号のホームラン打ったの乗ってるね。この前もなんかスリーランホームラン打ってたよな。大谷翔平。一番日本人に好感度がある日本人じゃないすごい。松平がこれ、じ、じ、ねえ。 自演してんじゃないのこれ夏平があワンワンから電話来てるなんか今気づいた1時間前あワンワンごめんあの12時17分ぐらい電話してくれてたんだね あの、俺お休みモードだから LINE 開かないで分かんなかったのよもういいよどうしたのどうしたのワンワンどうしたの,したのごめんねショ,ックショックなショ,ショック何がショックなのだから何でも別にね、うん、実験からったってた別にどうでもいいんだよああね魔力の話かなうんそう、うん、どうでもいいんだけどうん ごめんね、パラスなのを決めてなくてくいいんだよ。今多分電話しちゃったからタイミングがねずれちゃったから。ああうん、ワンワンはさっき電話しようとしたのはマリオと一緒にいるから。そんな別れないときに一回ぐらいあるじゃんそんな、うん。そうだよ、それぐらいねあるよ。うん。<laughs> ねえ。ワンワンも前科あるの前科ない。あそうなんだ。 ワンワンなさそうだよねなんかなんかワンワンは男に利用されてね犯罪に巻き込まれるタイプでなんかちょ,、うん、ちょっとさね話が巻き込んでるところがちょっとあっておう巻き込んでるどうしたの,のこれはね絶対に配信では行ったらダメって言われたんだよ誰にマリオにえマリオくんと

そのわ悪いイメージはないんでしょうん、一かまない。で、そういう現場とかそういうことを見たこともない。うん、あその薬関係とかでしょそういう話じゃないうん。だか、ら瀬戸だと思ってる。うん、ああ瀬戸。瀬戸。瀬戸。瀬戸ああ、そういおかしい。瀬戸。瀬戸瀬戸。 セト、まあワンワンは窃盗罪って言ってんのかなこれ。だから。うん。セトセト。瀬戸瀬戸って何？セトって。セト<戸>。セト君？うん。ま<戸> <laughs> あ大丈夫心配だよ俺ワンワンが。私も精神的におかしくなっ,ちゃって、うん、もう。う 意味が分からんくなっっちゃってそう、うん、正直ねワンワンがさなんか,なんか今ふわっちであんま存在感ないじゃんうん、うん、だから俺ちょこちょこ見に行ってるんだよでも元気ないなと思ってさ配信で悩み事はないいや別にないあそう親に百1 8万6500円しろし,しろ あーそうなんでっ暮らす金がないからあ一人暮らしなのワンワンちなみにいや両親と一緒に暮らしてるけど、うん、<応>暮らしてるのに216万円を生活費で借りたの118万5千百十円118万を生活費で借りたのうんえそんな借りって何に使うので実家だから家賃も熱光熱費もかかんないでしょ いろいろかかるんだって大人だったらああね、税金とは別でしょうだってそれは含めあ、そうなんだわ、うんわんねああのまあ、精神的に不安定じゃんはっきり言うわ男作りなよ、あんた本なんそのおかんみたいな言い方いやもうちょっと強く言わないとねあんた作らないじゃんあんた作りなさいよなんそのおかんみたいな言い方 えあんた作りなさいよ可愛いんだからめちゃくちゃ。ん作っても,っても全部ダメじゃんそんなことないよワン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 だって可愛いよ正直ねワンワンが作る気がないだけではないおみたいいな言い方やめてもんいや別にオカマをまねて言ってるわけじゃなくてあ<ー>あのワンワンもあんたっていう時あるじゃん それ思い出して言ってるだけ、うん、いやないよ私あそう、うん、あんたって言わなかったっけない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 でも俺ワンワンのことはね正直女としてね付きあえるんだったら付き合いたいもんあっちょっと告白になっちゃったごめんねあの気にしなくていいから <laughs> この告白はごめん、ね、<laughs> 心にかけて。 書き留めます。あ、本当、書き留めてて。はい、うん、いや。はい、ワンワンみたいなね。正直さ。人本本で天真満々な女。タイプなんだよ。すごくね。うん。はい。まあ、それは過去の話なんだけど、今は。 女性配信者として見てる。昔は好きだった。悪い点っていうのを教えてもらってほしいです。うん？わたら、悪い点。何？自分の今の悪い点。あ悪い点がどうしたの？ごを教えてほしいです。あ悪い部分を教えてほしいって？はい、あの酒をやめることだね。で薬も飲まないこと。 で、あのー、なんて言うんだろうちょっとはっきり言わなくてちょっとまあ謙虚でねやることが大事かなって思うねズバリ言い過ぎるからね嫌われちゃうよねなんか周りからカルちゃん どうした私、明日で、うん、はん、あの学校に行ってるのおうん、うん社交っていうところに学校、車交車交車交ね、うんで、あと一個でスタンプが押せ押せるの、うん、次は仮面なのよあ、何車の学校行ってるってこと そうあすごいじゃんじゃあ,あと一個なの、うん、えスタンプ取れれば仮面取れるってことうんそうえすごくないそれだから、うん、パラちゃんに乗ってほしい、うん、でも仮面だったらさ隣に免許を持ってるやつじゃないとダメでしょ確かだから本命、うん、まではもう行くよ そこで。あ、もう本免許取るってこと？本免までそこ取,取るから。うん、え、そのうちドライブデートしてくれる？当たり前じゃんスタバなんて飲んじゃって。えー、スタバまで妄想しちゃう？当たり前だよ。温泉も行っちゃうそのまま。うん。あ、でもちょっと怖いのが。 だから今頑張ってるから、うん、明日でちゃんと行くののだ,、まあ、だからあだからなおさらその車の免許を取るわけだから薬とかその石にねちゃんとした処方された通り飲んででお酒も車乗ってる時は飲んじゃダメよ分かったうんじゃあ頑張るんだからね、うん、じゃあ全部本命まで取ったらうん スタバ行ってくれるもちろんだよフラペチーノフラペチーノカプチーノねストロベリーキャラメル頼むよフラチペフラペチーノカ,カプチーノストロベリーキャ,ラキャラメルね切られたこれあのスタバなんであんま行かないかわかんない名前が適当なこと言ったけど 束って難しいよね監視員のツイート見たけどあ魂コンちゃんとの復縁してないよあ !F ちゃんマジでねコントの組長から一方的に電話来てさあの復縁するってう来たよエはもう俺の心の中にもいるってガチで来たからね彼氏とうまくいってないともう来るよ来るよって俺に はい俺は配信外だったけどコンちゃんは YouTube で言ってたうんもうだからなんか彼氏とうまくいってないっていうのは聞いたよポクポクちゃん少し前の配信でベッドの猫のケツ穴確定だぞケツ穴ア,アナルだぞ ぶっ飛んでるな汚すぎや何どういう意味誰も興味がないいや俺はやっぱ興味あるよねエフィちゃんがさ組長とやり直したらそしたら組長はまた捕まるじゃんうんまたネタができるなっていう期待があるやっと一つになれたって言われた時幸せだった 何の話組長って見た目もスペックも悪すぎて女見つからんな組長はスペック悪くはないんじゃない ?F ちゃんと付き合えるいや俺がその付き合えるか付き合えないかっていうのはおこがましいけれど F ちゃんと付き合えるかって言ったら付き合えるもんなら付き合いたいよね。 だって可愛いじゃん普通にちっちゃくて会ったことあるけどミキはちっちゃくて可愛いしなんか年齢が40だっけに見えないもん30前半に見えるもん近藤さんもうシャバに出てこないでミキ細いしねだからフワッチの女性の配信者みんな可愛いいと思うよねっ だから、俺が付き合えるか付き合えないかっていうのはおこがましいよね。一番不細工なんだが、ふわっちで。はっきり言うわ。俺、ふわっちで、一番不細工だもん。擁護しなくていいからね。これはもう客観的に分かること。間違いないよ。それはないよ。じゃあ、誰か言ってみて、俺より不細工のやつ。 猫捕まえてケツ舐めてたやばいね大腸筋とか心配にならないのあ犬猫の,そのペロペロしてチューするやつあるじゃん。あれも危ないらしいからね。大腸筋ついてて。犬猫ってなんかうんこね、舐めるらしいよ。それを間接的に人間もそれチューするから、大腸筋がうつったりするなんか事例があるらしい。だから気をつけた方がいいよ。 お疲れ様です嘘だろうでも何もそういうふうに書いてたよ。ダメな方がいいですよって。注意しない方がいいですよって。フラッちゃん男性配信者で一番死、えー、んねが優しいから外見は気にすんな。だから、ブサイクってことでしょうーん。瀬戸さんいや、瀬戸さんはブサイクかな、あれ。 瀬戸さんはまあ俺といい勝負だねうんこっち側だね善く君はまだ痩せてるからね正直最近フワッチの閲覧終わってないツイキャスの方がすごくないなんでルはお昼は閲覧あるけどあのさツイキャスはもともとすごくてふわっちはツイキャスより上じゃないからね それパルちゃん初めて見たとき、えー、ブーサーイクだと思ったけど、今は可愛いと思ってるよ。ありがとう。めちゃくちゃ嬉しいわ。ありがとうね。引き笑いになるわ。なんでブサなんですかデブで、ね、あの、一重で、そして論破ってる、うん。で、眉毛太い。おしゃれに何も力入れてない。お服も同じ。 そこにいい要素なんて出てこないだろう。街中ですれ違っっったら絶対豚って言っちゃう、うん、でもねこ自慢じゃないけど俺遊園地あの自動浴室ってねあの年に23回遊園地行くんだよ。で並んでる時に手すりがあるんだよねこう手を置いてるんだよね。 後,あの後ろで前に並んでて後ろに女の子がいたの中1の頃だったかな俺ね顔は後ろだからさ映ってないのへっ手女の子みたい」って言われた手がすごく綺麗って言われたよどう今ちょっと毛があるけど昔女の子みたいな手って言われた 綺麗でしょて。汚い。言われたんだよ。11の頃は。昨日、カエルキャスワークにメタル社長来て、パルちゃんがキャス配信しないから寂しがってたよ。メタル社長、待っててね。うん、あの、6月からね。 格闘技の練習も入れ込んでさ、ツイキャスやるから。パチンコ配信もやる。もう、6月から本気出すから。5月はちょっとふわっち本気させてほしい。マンスリーあるんだから、イベント出た方がいいよ。いやー、どうだろうね。あの、今日イベントだよね、新しい。あの、5月23日が最終日なんだよ。 もうおかししくなるでしょイベント出てさ5月23日誕生日イベントぐちゃぐちゃになるもう一つにまとめたいよねマンスリーあるんだからイベント出た方がいいよまあ出るならねまあてか今月はもう出ないかなイベントうん誕生日でねえ、まあ、投げてくれるか分からんけど、まあ、基本的にはみんな投げてくれるからね ナイスもねあるし集中したいよ誕生日はほら最終日だからもうおかしくない最終日に誕生日ってうん毎月本気出すって言ってるよねごめんねでも今月は本気出してると思うよふわっちはだって配信頻度が長いからねっ 夜やってるし <laughs> 誕生日だからイベントアイテム投げやすいパルは用がなかったら地元には戻りたくない方かな <laughs> 地元なんてないよ俺はうん友達なんていないし地元に戻ったっていい思い出ないよあるなら 配信つけて俺のこといびってた先輩を晒し上げたい。ねえ、ばにしていた同級生を晒し上げたい。それだけだよ。復讐ならある。ねで、一回、政治たちと、あのー、地元に戻ったからね、天然さんと、ちと。で、豊かそうが潰れてたわ、実家が。さらちになってた。それを知れてよかったよ。 どうせ来月も誕生日って言うんでしょ言うわけないだろお前雑誌に載るイベントは出ないとダメだよふわっちの代表なんだからありがとう、まあ、出るとしたら後半だねでも93153いちごミルクちゃんあれありがとう久しぶりだねありがとうなホントにバーガー2発 キャバ嬢かまあいちごミルクちゃんアイコンミルクキャバ嬢っぽいけど普通にギャルだね、うん、かわいいよな香川さんがパルのパチ配信面白いって言ってたよ TJ が言ってたパルに一度いいから目グり店転調してほしいってそれ昨日言われたね、うん、いや俺はパチンコ配信面白いか分からんけどまあでも パチンコ配信の中で閲覧多かったかなパルちゃん、女性配信者のことを悪く言わないし、優しいし、面白いから好きです。ちょっと早いけど、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ローしてええー、嬉しい。ちょっと名前を言わないけど、プラチナになりかけている配信者の方、あります。えー、そんな風に見てくれてるんだ、匿名さん。 YouTube 見ないでくださいね、あんまり俺の嫌いになっちゃうんで今はね、あのやさおなんですけど絶対 YouTuber は見ないでくださいね僕の元カノた元カノたちの歴代のやつ特にカレン編はお願いしますね、ちょっとこいつは何やらしても面白くするよあ,ありがたいね、そんなこと言ってもらえると シェリちゃんでイキリイがコラボ中あそうなんだなかなか見ないねそのコラボはまあでもねコラボしすぎるのも良くないけどねうんやっぱコラボだけの閲覧数も大事だけどそのやっぱねメリハリつけないとね一人の時に何が辛いかっていうとその人が片割れでねまあ配信やるじゃん一人で。 でその人がいなくなって閲覧が一気に減ったあその人がすごかったんだなっていう比べ方されるからねやっぱりね基本的には仲良し小良しも大事だけど一人でやる配信を徹底的にやった方がいいよ俺は「パルちゃん信用して送った?え」ありがとうあ何 ?LINE 見るわ送ってきたの LINE で。 これは 誰の名前なのそもそもがこれはちょっと言えないねいや言えないよでもこれ誰の名前なんだろう大華はすそもそもあれですすいません言えないけどまあでも これが誰の名前にかによるよね。何を送るか。これ誰って送るか。あ、そうなの？あ、自分の本名の初めて知ったワンワンの本名。あ、めちゃくちゃいい名前じゃん。可愛い,いよめちゃくちゃ。 えー、なんでなんでこうなったのうんめっちゃ話題にしたいわめちゃくちゃ「中日最短自力優勝消滅5月25日」「中日ドラゴンズの皆さんオッツ」いや俺知らなかったわワンワンの本名ワンワンで覚えてたからさ いやこれちょっとね見せれないねてか配信者で本名バレてないやつなんていないよね全員バレてるよな三枝伸之森喜行川西康平伊藤祐樹田崎大輝あとは誰だろうマリオ君は堀越 下の名も分からんけど木村め、うん、奥村隆ほぼバレてるわリーはじめリーゲねうんでもあん女の子はバレてないね政治は三枝伸きだね 最後さ昭和っぽいね名前がねそれはカレンの名前だけどいやプラプラ全員バレてあっ貴重さんわかんないわ確かに貴重さんって名前バレてないよね確かに貴重さん知らないわプラプラだけど ともんじめっちゃかっこいいじゃん、ょうさん。それ嘘でしょ。細川直樹。AF 武田。えせー、ナイスで貴重の本名教えます <laughs> ねえ、セイ治さん、寝てなかったのさい今日やってないじゃん、誠治さん。配信タイガース。さすが疲れたか。なあ。 神戸から大阪行くのが今日は政治があのー、配信タイガースの0案の最後のをお見送り会するのかなと思ったけど今日一日やらなかったねあこれ偽物なのいやでもコメントがねどう考えても政治なんだよなうんやっぱ政治だ 俺ね今日ねあの話すネタをね考えてたんで夜ねであの政治のフォロワーで思い出したんだけどあのオワコンまあ正直名前出すのは正直悪いんだけどねオワコンっていうのはどういうものなのかちょっとね教えようかなと思ってツイキャスでねあのまあディスるわけじゃないけどこんな人がいたよ フォロワーが2万人超えのね有名な配信者サポーターしてるんだけど見に行ったんだよ枠を知ってる方いる教えてハッシーさんレベル50サポーターが2万、ね、1373とえつら何人だったと思うこれ 毎回ね、これちょっと話題でね、オワコンの話にするんだけど。あ知らないの教えてハッシーさんを知らない。そもそも知らないんだ。まあでも2万人超えのフォロワーの人なんだよ。ね。ゲーム配信者の方ね。うん。俺が見に行って入ったらさ、まあ、こんなことあんま言うのも良くないんだ。 1>, 1時間ね1時間やって閲覧が2だったで総閲覧51人これはないわマジでこれが多分本当のオワコンだと思う俺入れて2だから本来の閲覧1なんだよこれめっちゃ高画質で綺麗な映像なんだけどね 無通知だろ仕方ねえよ。無通知でも。ああ、無通知って書いてるこっちなみに。書いてなくね書いてるいや、ここまでだったら俺はもうちょっとへこむよ、正直。10でも20でもへこむけど、こやってる意味ないよね。うん、時間がダメだったそうなんかな。 何時だこれちなみに時間帯は一応まあ、うん、どうなんだろう夕方の6時半だけどねで2万人のフォロワーいるけど2万人のフォロワーさんは多分ツイキャス引退したんじゃないねえ だからこういうのを俺ねフォローして見に行くんだけど噛みしめるあこれ最新のしかもゲームだしねバイオハザード4だから最新のゲームやってこれだからねだから閲覧数でこうやってマウント取るのはめちゃくちゃダメなことだと思うんだけど 教えてはしーさんのことは別に嫌いじゃないんだけどこれを見ていつもこうもう絶対こうならんとこうってあ自分に言い聞かすそのいいあの教訓としてなってくれてるよね教えてはしーさんはで教えてはしーさんは昔閲覧1,000人超えだったんだよそこだったんだよ700平均とかおいでが千二1,0002,000超えてて。 教えてはしーさんがなんでこんなに閲覧が減っていったかっていうと結構上から目線で説教かましてたんだよね。ーね結構上から目線でそれで結構ねそっからちょっと閲覧がね結構 だから多分それで見なくなったんじゃないかなっていうふうに思ってる。いやほんと明日我が身なんだけどね。だから謙虚に謙虚になーって思,思ってやってるよ配信を。いや橋さん嫌いじゃないんだけどむしろファンでだよ。サポーターになって見に行ってるからね。で別に橋さんと関わりはないんだけど珍しいじゃん。閲覧フォロワーが2万人いてさ。ね閲覧1 って俺入れて2だから1なんだよ。ね誰が見てるか分からんんだよその1は。やってる意味がないんだけどでもそれを諦めずに今日ゲーム配信やって実況してるんだよ。そういうなんかメンタリティーとかそういう根性を勉強させてもらってるよね。 私のしょっぱなパルに説教されたよ。あ、すいません。じゃあゲ、ゲーム配信は説教されるより、みんなで笑える部分が大事だなって俺は思ったね。なんか嫌じゃん、ゲームしててさ、めっちゃめちゃずっと説教されてたなねだからこう、本当は明日が我が身っていうコメントはもう、ね。 ドンシャほんとその通りだなと思ったねシビアな世界なんだよいつ自分がこう人気がなくなるか分かんないこ人気商売だからね,ねこうやって落ちていく人もいればやらかしてね配信会消える人もいるやらかしても落ちても上がってくる人もいるしだからやっぱね配信にとって一番偉大なことは 継続だなって思った一時的に1年間それをやれたとしても2年目3年目を続けるというその継続が大事だなってね飽きられたら終わりだなってほんとね教えてはっしーさんに教えてもらってよ配信者天下になったら終わりまあずっと天下だったらダメだけど 一部分で天狗で調子乗ってもいいと思うよ。うん。ずっとはダメだけどね。それも醍醐味じゃん。天狗なってそれで痛い目に遭う。それで流れ的なストーリーができるからね。なるほど神戸を垂れる稲穂かなあれは天狗なの これは謙虚を心掛けてるけどね、正直。謙虚に。やってるつもりだけど。あと、誇れることなんてないからね、正直。別に。パルちゃん。えパルちゃん、生理中の女のことできる 気持ち悪いコメントだなお前おい変なの拾っちゃったよ嘘つき天狗税金野郎天狗豚豚豚ブタ二百257号さん結構早い段階でね来てくれてるリスナーさん相当嫌いだな俺のことうん俺と殴り合いするか ナイスお願いしますで、貴重さんの本名はなんだっけバレてないんだっけ貴重さんの本名はみんな知らない貴重さんの本名は知らないかだってあの何かしら名前言えばね本名出てくるけど貴重さんの一度も出なかったもんねなんか一文字なんとかっていう名前だけしか出なかったもん 豊福清だよで、機長さんは知らないとイキリストの本名はみんな知ってるちなみにイキリストの本名は一文字めっちゃかっこいいよね一文字っ翔平うん まあこれは結構さ、イキリスとか過去に犯罪を犯して女の子に暴露されて本名言われてたからね。これみんな知ってるか。ホモ大仏ありがとう。えぇ、ー、ちょっと怖いよね。匿名で今アイテムもらったんだけど、子供の写真が貼り付けられてるんだよ。誰かが、誰、誰の子供の写真かわからない写真。 フォローされてない。フ、う、ォ、ん、ロワーも少ない。めちゃくちゃ怖い。だ、誰ひと文字隼人っていうのは、ちょっともう調べようか。気になるわ。 はやと本当なんかなこれあのひ、ー、と文字はやとって調べたらごうかんまゆいが一日三 ここに原結衣が薬虫骸骨1458の人文字隼人は仮面ライダー2号っていうのが出てきた本文で全然違うじゃん嫌ヤしろよお前当たりボーナスありがとうフォローしました僕の子供の頃の写真であそうなんだかわいいねね 大きくなっちゃったのかな一文字漢字にして書き下ろしたよ。一文字でも。一文字って漢字にした。一に書いて文字。えー、バースデーケーキなんて。ええー、嬉しいありがとうこれ匿名さんだけで言っていいのかな言いたいよ。配信者女性の。うん ヘタロ、パルパルという肝デブなんて不快なだけ、ゴキブリと同じいやありがとう、めちゃくちゃ。この女性の配信者。まあ、特めで投げてるか言わないけど、ワンワンありがとう。いいのちょっと嬉しいわ。君が君が君が、今日のらう席をダイハツ。今夜、君がトップワン。ワンワンしかやっていけない。ありがとう。 言いたいじゃんやっぱ投げてくれた人に対して配信者は特にねリスナーは言わないけどやっぱその投げてくれた人の株を上げたいよねうん俺はなんかそんなリスナーさんに誰に投げてもらったかっていうの隠したくないよ投げてもらって株が上がるか分からんけど匿名で投げてくれた人それが誰なのかこっそりね 言って株ね上あげたいよね株上がるのか株上がるっていうかまあ俺の中ではやっぱ匿名でアイテム投げるじゃん匿名で投げて売名じゃないんだなってねいうふうな思考を持つリスナーさんが多いわけです俺は別に 名前を出して投げても売名ーは思わないけどだから匿名投げて誰なのか分からない状態で俺がこれを名前を言うとさその人の株分からないなんて謙虚なんだってうん今日は昼レネたのパルちゃんしました最近あのね寝れないんだよ で寝る方法をどう,どうするか考えるんだけどもうねお腹いっぱい食って甘いもの食って寝てるだから食って寝てる一番ダメな寝方してるまあまあファンと投げて明日覚えてないかな酔っ払った時が一番財布緩くなるからねみ,みんなもみんなお酒飲んでね 副社長の仕事って何でですすか、まあ、T シャツ売ることです、ね、えー、皆さんまたねツイッターで新しくねできたんでね欲しい方はねあの01、ー、のグッズ販売の方でこれ買,買えるのでね今なんかセット売りされてるんでね欲しい方は値段はちょっと言えないんですけどここではね01グッズ販売のツイッターの方に行ってください。 それだけ副社長っていう肩書きで、まあ、言われてるだけだから副社長なんていないよ、うん、まあ古株だね口周りが、うん、口周りはなんで灰色なのヒゲだからじゃない俺ヒゲ剃っても灰色じゃんそういうことじゃないの うん、コメントが黒色出してよピンクダメかなピンクはいいと思うけどねデブだよね何度でも言ってくれよそんな雑巾が1万円 ?1 万円もしません なんかあの T シャツをさ、ゼロワンで、ね、俺に期待してたらしくてさ、100枚ぐらい発注したんだって。でも、全然売れないらしいよ。T シャツが。ね二20枚ぐらい売れたらしいけど、あと80枚ぐらいあるよ。在庫がいっぱいなんだって。申し訳ないことしたよね、正直ね。パンパンで、ね、在庫。 ハンデザインが悪いからな、うん。あのね、読みづらいコメント書くなよ、もう。えー、読みづれよ、お前。夜ぐらいさ、ゆっくりさせてよ。あ、黒じゃあ、黒も、百着、発注するかうん。デザインも変えて。在庫抱えるか、いっぱい。